ニコライ・ニコライヴィチ・ルカビシュニコフは、ソビエト連邦の宇宙飛行士、ソユーズ15、ソユーズ16号、ソユーズ33号に登場した。1957年にモスクワ・エンジニアリング・フィジクス・インスティチュートを卒業し、ソ連の宇宙開発産業に従事する。1957年から1967年まで、コロリョフ設計局のエンジニアであり、 1968年5月27日宇宙飛行士に選抜される。ソユーズ L1 ミッションの訓練を受けていたが、1969年にこの計画は中止となる。1971年ソユーズ15にテストエンジニアとして登場し、世界初の宇宙ステーションサリュット1号へのドッキングを行うはずだったが、完全なドッキングはできなかった。 1974年ソユーズ16号にフライトエンジニアとして登場し、アポロソユーズテスト計画のリハーサルを行う。1979年ソユーズ33号にコマンダーとして登場し、サルート6号へのドッキングを果たす予定だったが、これもエンジンの不調により失敗。 宇宙ステーションを訪れる最後のチャンスとして1984年ソユーズ T-11 の登場する予定だったが、重度の風を患ずらいメンバー交代となった。1987年7月7日、宇宙飛行士を引退、コロリョフ設計局に戻った。趣味はアマチュア無線とドライブ。2002年10月19日に心臓発作で死去。ありがとうございます。